助動詞。よくみんなが耳にする「助動詞」っていうのは「can」とか「will」みたいに動詞を助ける語のことを言うんだそしてその助動詞がある時動詞はいつも元気になるんだよもう一つのポイントとして「will」と「can」「can」と「may」みたいに2つ以上の助動詞を1つの文に並べて使うことはできないんだ そして「do」「dos e」「d i d も動詞を助ける働きがあるから「助動詞」になるんだよ。でも「do」に「する」とか「やる」とかって意味もあるよね。その意味で使われている場合は助動詞じゃなくて一般動詞として使われてるってことしっかり押さえておいて。